チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もメハ新まことチャンネルのまことです。いつもこんな感じの、コックコートを着てですね、仙台市太白区富沢のチーズキッチンというお店でピザを伸ばしています。はい、で今回はですね、9月に入ってというかですね、8月の末ぐらいからですね、仙台かなり気温の方が落ち着いてきます。まあ、とはいってもまだ暑いですけども、だんだんですね、フリーマーケットが多くなってきましたので、そちらの方のフリーマーケットで、購入してきたものを紹介していきたいと思います。ということでスタート。今回ですね、ゲーム関係とですね、ケーブル関係ですね、2つに分けてごっそり紹介していければなというふうに思っているんですけれども、どれも今回ちょっと結構目玉な感じになっているのでですね、まずケーブルからちょっとご説明していきたいと思います。今回最初にご紹介するのは、こちらですね。ドン、はい、全然見えない、これね、このジップロックの袋に入ってるんですけれども、これ全部一つ一つが、イヤホンですね。はい、イヤホン見えるかな、ピントあるかどうかわからない、はい、これイヤホンになってます。でね、ほとんどね、ちょっと拡大、かなり拡大しないと分かりにくいんですけど、ほとんどね、新品に近いもので汚れてるっていうか、つけたっていうぐらい新品ぐらいのものですね。で、9割型というかですね、9割キューブ型、ほとんどこちらの方の袋の中に入っているのは、ソニーの、イヤホンになります。はい、ソニーのイヤホンね、私ソニーのイヤホンが好きなん で、で結構子供たちがね、イヤホンを100円均一で買ってきて、壊してまた100円均一で買ってきてみたいな感じで、結構壊れるスパンがですね、早いんですね、100均のものだとですね。なので、今回こちらの方をフリーマーケットでなんとですね、1つ100円、はい、ソニーのね、まあ、普通に買ったら、まあ、3000円4000円するやつですねが、1つ100円、ね、これもなんかすごい新しい、もうほとんど使ってないような感じのものですけども、はい、1つ100円で購入してきました。はい、全部でね、大体1500円分ぐらいですね、購入してきたんで、全部ね、クリーニング、まあ、クリーニングするほどのものもあんまりないんですけども、まあ、クリーニングして、でそれで、セナを使っていきたいなと思って買ってきました。ですね、グランディというですね、フリーマーケット会場が、グランディ21というところでやってるフリーマーケット会場でですね、たまにですね、こういう目玉商品が出る、おじさんが出すおじさんがいるので、そこで、買ってきました。はい、こちらの方ですね、ソニーのイヤホン、何個か、ちょっと結構多いんですけど、おじさんまとめ買いすると安くしてくれるので、100円以下で購入してきました。はい、っていうのがこちらの方がまず1個目の紹介になります。で合わせてね、ちょっと紹介していきたいと思います。合わせて、はい、ケーブル類、はい、これね、100均ではなかなか売ってないんですけど、これも100円で購入してきました。iPhone の何でしたっけライトニングケーブル、ライトニングケーブルを、ライトニングケーブル と、イヤホンの口に、ライトニングケーブルとイヤホンの口にこう変えるやつですね。はい、このケーブル2つ、これ1個100円ずつですね、買ってきたのと、あとは、これは Bluetooth のイヤホン、はい、Bluetooth 接続のイヤホンですね、これを1つ、結構買ってきましたよ。2つ、と3つ、あ、3つ出てこない、はい、3つですね。はい、これ、はい、って感じで買ってきました。メーカーはまちまちなんですけれども、全部接続されて、全部両方の耳から音が聞こえるというのを確認して、はい、買ったんですけれども、これも1個100円でした。はい、
なかなかね、最近結構こう両耳にこう1個ずつ入れるやつと2つバラバラのやつですね、まあ、最近は流行りですけども、あれ結構やっぱなくす人がやっぱ多いんですかね。フリーマーケットとかでも充電器の部分だけ売ってるとかいうやつを見たことありますけど、結構高いですね。なので、まあ、両方つながってる方がですね、このつながっている方で、iPhone とかとはつながらない、iPhone とかとはその、Bluetooth で接続されている、これだとですね、耳にこう、耳にというか首にこうかけることができるんですね。なくなったりすることもなくてですね、それでいてコンパクトに収まるので、私結構好きなので、はい、これもなくなってしまったりとかですね、もし、ま、壊れてしまったりとかした時用にですね、まあ、100円なんで買ってきました。で、続いて今回、ね、すごい大量だったんでですね、まあ、ケーブル類はですね大量だったんですけれども、ケーブル類はこんな感じで収めておきたいと思います。で、一つだけですね、ちょっと、ケーブルにもゲームにも、該当しないんですけれども、はい、こちらですね、はい、こちら見えるかな、はい、こちらはですね、アイバファロンですね、型番の方は、BSMBB の、10N ですね、はい、これはこれも Bluetooth 接続ですけど、 Bluetooth 接続のマウスですね、はいはい、こちらの方を、まあ、100円と抱き合わせで買ってきたんですけど、これはもうあげるよっていうふうに言われちゃったんですけど、まあ、金額的に言ったら大体100円ぐらいっていうふうに考えてもらっていいです。で、あげるよっていうふうに言っていただいた理由がですね、おじさんこれと一緒に販売されているもう一つのこう、パソコンにつなげる方の、パソコン側で受信する受信部ですね、受信部なくしちゃったんでもう使えないからあげるよっていうふうに言われたんですね。これちょっとまあ見ていただくとというか、調べていただくと分かるんですけども、これ Bluetooth 接続なんですね。だからパソコン側もしくはその、使いたいタブレットとかですね、 Bluetooth に対応していれば使えるんじゃないかな、もしかしてと思って、じゃあもらえるんだったらもらいますよって、一緒につけてくださいって話をして、でそれでもらってきたんですけれども、うちのMacBook にですね、 MacBook は Bluetooth 対応しているので、 MacBook にこれつなげてみました。つながりました、はい、すごい、本当かなり綺麗で、ね、これもうタダでもらっていいのかなっていうぐらいの、まあまあ、といってもいろんなものとの抱き合わせだったんで、まあ、100円というふうに計算していいぐらいだと思うんですけど、100円でこれ手に入ると思わなかったんで、ちょうどマウスですね、あんまり、まあ、使うシーンはちょっと少ないんですけれども、マウスもちょっと欲しいと思ったので、これは非常に良い買い物だったと思います。まあ、買い物とかおまけだったんですけれども、無事こちらの方も動きました、はい。で、続いて今度はゲーム関係ですね、はい、皆さんご存知ジェンガ、ね、誰かのうちに会ってやったことがあるとは思うんですけれども、はい、このジェンガですね、これ別動画にはしません。で、別動画にしない理由ですね、簡単なんですけれども、開けたらすぐ分かっちゃう。で、これ全部揃ってます、はい、下まで全部揃ってます、はいはいはい、こんな感じですね、はい、全部こうかな、はい、全部揃っちゃってます、はい、完全に全部揃ってて、ほとんど傷もない状態で、でこれで販売されてらっしゃる方、一つ100円でいいですということでした。ということで、こちらの方100円でジェンガ購入してまいりました。また子供たちとですね、遊ぼうかなというふうに思って買ってきたんですけれども、まあ、ジェンガ、私もね、ジェンガの偽物は持ってた記憶はあるんですけれども、これジェンガを持つっていうのが今回初めてなので、100円でね、すごい超お得に、はい、所有することができる。ぜひね、積んで倒して遊んでみたいと思います。非常にこれ良い買い物だったので、末永く使っていきたいと思います。はい、じゃあですね、最後になります、こちらの方一番大物ですね、はい、
こちらの方、じゃじゃん、これじゃらじゃら言ってますね。はい、ブロックス、テリトリー戦略ゲームですね。フランス生まれの戦略ゲームという風になっております。ボードゲームになりますね。はい、クロックス、まあ、ブロックスですね。クロックスじゃない、ブロックス。はい、前からねこれ欲しい欲しいと思ってたんですけれども、なんていうかパーツがね特殊だっていうのもあるのか、アマゾンとかでもね結構高いんですよ。なかなかちょっとね新品で手に入れられるタイミングっていうのがなくて、まあ、他のゲーム買ってしまったりとかボードゲーム買ってしまったりとかしていて、なかなかここまでたどり着けなかったんですけれども、ようやくですね手に入れることができました。はい、前からこれやってみたいやってみたいで、やる機会もね他の人が持ってたり友達が持ってたりとかっていうこともなかったので、なのでやる機会もなくてですね、絶対面白いだろうなと思っていたんですけれども、なかなか手出せなかったものだったので、これはもう買うしかないと思ってこちらの方を購入してまいりました。こちらの方ですね、なんと200円です。やっぱりパーツが気になりますけども、まだ開けてませんし、すごいジャラジャラ言ってる状態で、売っている方も全部揃っているかどうかは分かりませんということだったので、ぜひこちらの方は別動画にして、で中身のですね、数チェックの方をしていきたいと思います。はい、はい、じゃあですね、今回ですね、こちらの方で、新誠チャンネル、動画終了となりますけれども、かなりね今回はお得なものをたくさん手に入れることができました。実際ですね、こちらの方で紹介していないものでも、まあ、男性ものの服ってなかなかねフリーマーケット売ってない場合が多いんですけれども、今回男性ものの服もですね、購入する T シャツとかですね購入することができたりとかですね、非常に満足のいく、フリーマーケットの参加となりました。はい、ということでこちらの方の動画ですね、ちょっとでもね楽しかったと面白かったというふうに思っていただけるのであれば、ぜひグッドボタンですね押していただければと思います。あとチャンネル登録していただければね、これから9月、いろんな、フリーマーケット増えてくると思いますので、そちらの方で購入してきましたものだったりとかですね、あとはジャンクのですね検証動画とかですね、どんどん上げていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、ということで今回こちらの方で、新誠チャンネル動画終了となります。それではまた別の動画でお会いしましょう。それでは。